止水か。来い。もう内派のクーデターは止められそうにない。琴天津神を使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。頼めるのは親友のお前だけだ。この里内派の名を守ってくれ。止めるなよイタチ。俺の友ならば。止水！止水。暗部の任務に汚れ仕事はつきものですから。それは雷霧騎士さんが木ノ葉のコピーにて。ここ現場を処理しろ。木ノ葉の痕跡は一切残すなよ。へいへい、分かってますよ。止水、あれから状況はさらに悪くなった。俺は両方は守れそうにない。3日後、一族の会合があることは知っているな。俺は明日から任務で里の外に出る。逃げるな。逃げる？俺が何から？内派というお前の運命からだ。お前たちは待機だ。団蔵様にはそのまま報告しろ。内容を教えろというのか？それには及ばん。万華鏡、父さんも。第三次忍海大戦の時だ。俺の友が命を捨てて俺を助けてくれた。血の涙と共に万華鏡が生じた。読んだ以上は分かるはずだ。いたち支配地族が置かれている今の状況の間違い。里の上層部は俺たちを恐れている。だから迫害するのだ。このシャリンガンの力を恐れてな。以来誰もそんなことはやっていない。できるかどうかさえ分からん。父さんが力ずくで火影になるのか？一族がそれを望むからだ。俺には皆を止められない。万華鏡シャリンガンならば九尾を操れる。それを知れば一族がさらなることを望むからだ。見ろ、内葉の力を。だがイタチ、お前がいてくれれば無血革命が成功する。無血革命。一族を助けてくれ。内派一族は木ノ葉に革命を起こす決意です。力ではなく言葉で話しかけたい。わしが策を考える。選択してほしいのだ。内が全滅。里を守るためには混乱を生む前に何としても事を収めなければならん。イタチ、お前を置いて他にない。この任務引き受けてくれるか？おい、あんたに協力してもらいたいことがある。いいだろう。約束通り手を貸してやる。俺が内派殲滅に手を貸すのは復讐の他に別の目的があるからだ。それが俺がお前の弟を殺さぬ証でもある。シャリンガンを持たぬ子供に用はない。行き場を失ったら俺の組織へ来い。あんたの組織？名は暁。いい目だな。そんな、助けて、イタチ君、助けて。イタチ、
この殺戮の先に何がある。これを。そうか、サスケか。影分身。父さんが俺にとって最大の敵。こっちだ。罠などない。入ってこい。父さん。俺のこと殺し合いはしたくない。イタチ、最後に約束しろ。サスケのことは頼んだぞ。分かってる。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。そしていつか俺と同じ目を持って俺の前に来い。待て。終わったな。先に行ってくれ。木ノ原上層部に念を押しておく。シャリンガンなら通用しません。現実。なんで。俺は二重スパイだった。木ノ葉の目であり、内葉の目であったんだ。本当はどちらのスパイだったのか、今でもわからない。出動。わしの班は木ノ葉警務部隊本部へ。わしの班は内葉地区だ。ひでえ。生存者を確保せよ。生存者1名発見。医療班へ運べ。他はみんなやられています。しかしこれは一体何者の仕業なんです。じゃあイタチだ。イタチがこの強行に及んだのだ。グズグズするな。作業にかかれ。わしらの喉元に太い骨が突き刺さったということがわからんのか。団蔵よ、お主の独断専行ももはや許してはおけん。団蔵様、遺体の数が合いません。何だと。俺は全てを見た。そしてこれからも見ている。お前がサスケに手を出せば、里の機密情報すべてを敵国に出し。おのれ。まずは礼を言う。里の平和は守られたのだ。しかし他の手段はなかったものかと今も残念に思っておる。申し訳ありません。謝るのはわしだ。サスケの命を守るために三代目もそれを確約願えますか。お前への憎しみまでは取り除くことはできんぞ。その憎しみ背負う覚悟はできています。サスケのことが心配ならいつでも忍び込んでまいれ。あなたのその優しさを内葉の者たちが理解しなかったのが残念です。何、わしはただ甘いだけよ。それゆえにこの悲劇を生んだの。組織の中で俺はトビという名で呼ばれている。正式なメンバーではない。なぜ正体を隠す。内葉マダラが生きていると知られたらいろいろと面倒だからな。あら、イタチ君じゃないの。お久しぶり。オロチマルさん。ああ、そういえばお二人は同郷でしたね。懐かしの再会っすか。木ノ葉のイタチ、お前を暁は歓迎する。今より木ノ葉を否定しろ。十蔵。ああ、お前がイタチとツーマンセルを組む。